はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。ということで、今回もね、みんなのとこ見ていくんですが、今回は久しぶりって言ってもちょっと最近見たんやけど、まあ、ホームランコンテストの動画をちょっと、まあ、ホームコンの動画集めました。で、タイトルに、まあ、何キロメートルとか書いてあるやつが大半なんで、まあ、そこはちょっとモザイクをして、まあ、どれぐらい飛ぶんかなとかちょっとね想像してもらってお楽しみくださいということでやっていきましょう。はい、まずドクターマリオのホームランコンテストなんやけど、まあ上の秒数でも大体分かる人はおるかもしれんなって感じなんやけど、まあ、そこまでホームコンオタクはおらんでしょうということで見ていきましょう。まあ、毒マリどんな感じで飛ばすのか、まあ僕が紹介するってことはかなりね高いということで見ていこう。やっぱりね、まあ、ガノンとかはまあ人権でぶっ飛ぶけどさ、毒マリとかどう飛ばすんかなっていう、そのパーセント稼ぎの過程もねすごい見ていきたい。はい、あ、下スマッシュ2回入るんや。なるほど。さあ、もう気がつきは 100% 超えて、あ、それはもう絶対なんすね、みんな。2連撃やった。さあ、この角度何キロ行くんだ。まあ、俺は知っとるんやけどね、みんな何キロ行くと思う。もうちょっとやで、ね、もうちょっと何キロだと思う。今頭の中でもうドンピシャで当てれたらアマゾンギフトカード券5万円分あげますということで、考えろみんな、考えろ、いくつや。あ、見えない、フレンドで見えない。11085ということで、毒マリにしてはやべえ。さあ、次は、ベレトということで、ベレトといえば、まあ、アイムールとかがあるから、ぶっ飛びやすそうな、まあ、イメージがある。ちょっと上の秒数もモザイクやっとくわ。ちょっとさっきの動画とかとね、比較して、あ、これぐらいやったらこれかなみたいな感じになっちゃうと思うんで、まあ、ちょっと比較できないように、モザイク入れました。はい。モザイク入れてね、ラリフォンさん編集中の、さあ、下スマッシュ。さあ、さっきの毒バレではパーセント稼ぎは微妙という感じですが、アイムールがあるからね、きっと飛ぶんだろう。おー、やっぱりぶっ飛ぶね。角度がちゃうな、なんか毒マリの時こんな飛ばんかった。まあ、そもそも横スマとアイムール、まあ、ぶっ飛びの角度が違うから、まあ、ぶっ飛び角度がちゃうのはまあ知らないかなと思っちゃう。僕毎回思うんやけど、すごい無限ダイナに見えるんですよね、このエフェクトが。見えませんか、無限ダイナに見えます、ポケモンのあれ。分かってほしい。ということで、この角度でこれぐらいってことは1019。あんまり毒マリと変わらんけど、やっぱりね、まあ、人権とかロイとかの NB とかない場合はこれぐらいがやっぱり限界なんかな。さあ、デデデということで、デデデのホームコンでーす。まあ、デデデやったら、そっか、ジェットハンマーがあるから、まあ、魔人剣ほどじゃないけど、まあ、ジェットハンマー最後まで貯めるんかな、どうなのか。あれチャージ系の技やからさ、チャージできなかったら飛ぶ距離も、まあ、縮まっちゃうしということで、どうかな、見ていこう。はい。さあ、ゴルドで稼ぐな、やばいな。待って、パーセントの稼ぎのスピードは違う、今までのキャラとゴールドを様々やな。おお、あ、結構貯めたな。さあ、これ結構飛ぶんじゃないか。そう、角度はやっぱアイムールは角度すごいぶっ飛びは上方向なんですね。ね、ズエリオコスマとかね、毒マリノとかジェットハンマーは斜め上ということで、なるほどね。へえ、上のバースライン低いせいでたらベルトスの方が強いと。もう全然関係ないけど、ホームコンと。さあ、うわ、ギリギリ1500いかない感じかな。あー、でもやっぱりそういうぶっ飛びやすい技があるということはいいんだね。ちょっとね、これ見てほしい。ワールドレコードっていうね、すごい、もう世界記録っていう、まあ、2人で協力、2人でのホームコン、これ1分12秒じゃん、これ時間。これ見て、小学生2年の本気のホームランコンテスト、1分12秒なんですよ。まさかの小学2年生、ワールドレコードと同等の記録出してんじゃねえのということで、ちょっと見ていこう。多分、キャラもね、一緒やったんで、一緒なんじゃねえの、これ、距離。ということで、小学2年生、ワールドレコードを出してしまうのかいということで、見ていこう。これはね、キロメートルとか書いてないから、ちょっと楽しみやな。そう。あ、やっぱりロイとね、ネスが強いんじゃねえ。ロイじゃない、クローム。まあ、多分ロイでもいいと思うけどね。はい。おー、やっぱりね、飛ぶな、クロムは、やっぱり。バカ飛んでんじゃん。さあ、これは結構いったんじゃねえか。これどっちも多分小学2年生だよね。え、小学2年生、でもできる？こん、飛ばせねえよな。みんなも真似したらいけるんかな。いや、この小学2年生が結構特別なんかもしれませんが、さあ、2000km をもう優位に超えてきました。やべえな。まあ、ワールドレコードか。まあ、昔僕動画で1万超え、ちょっと紹介したことあるけど、まあ、それは置いといて、まあ、それは置いといて、まあ、小学2年生部門ということで、まあ、小学2年生部門世界記録はもうこれあるんじゃないか。
そんなんある？小学2年生部門とか。やっぱスナバとかもね、大人とかもそうだけどさ、やっぱり若いから弱いとかね、ちゃうよね。若くても強いから強いってことで。4334km ということで、普通に自分が小学校時やったことを考えるとありえんわ。はい、ということでね、ホームコンは終わりということで、最後にね、まあ、締めで、まあ、大歓声見ていきましょうということで、これ885万ということで、まあ今880万はもうそんなにレベル高い、まあ、高いんだけど、めちゃめちゃ高いわけじゃなくて、やっぱり885万ぐらいから、まあ超強いかな。もういやまあ日に日にで上がってきますからね、戦闘力っていうのは。だからもう890万とかが、多分トップはきっと890万ぐらいかなっていう。マジか？ちょっと待てよ。えいや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 、本当にちょっと。なに、このレベルはもうあんなん、日常茶飯事なんですかね。さあ、これ3分ぐらいの動画やったから、リプレイやから、まあ、そこしかもこうやっても多分ここからクッパも追い上げていくんでしょうね、きっとね。え、マジメタナイト、まあ、そうやよな。メタナイト、ね、なかなか見ない中、885万までね、上り詰めでメタが弱いわけないと。やっぱり歴戦の仮面ということで、歴戦のメタ仮面、頑張ってほしいですね。さあ、横スマッシュ、惜しい。今のもう読みはね、完全に合ってますからね。あとはもう場所の調整というか、もう相手の、相手とのなんかもう間合いの問題なんでね。マジ？ちょっと待ってよ、もう。すごいな。自信があるね。技の選択に自信があるわ。あんななかなかね、打てやんよね、ウェビーとか。俺は魔人剣とかにさ、自信があるから魔人剣打つけど、やっぱりそんな感じで、やっぱ自信がないとね、あんなね、思い切ったウェビーできないよ。魔人剣よりもね、リスク高いよ。軽いしさ、見たら。しかも相手クッパやし。あとスケもさ、魔人剣多分あるじゃん、あれ。さあ、150%? さすがにこれは、うわうわ、そんな阻止あんの？すごいな。なんか、やっぱりレベル高い人の動画見ると、リプレイ見ると、やっぱり、なんか発見が多いよね。そんなテクニックあるんだみたいな。それがおもろいわ。それが俺の大観戦の好きなところ。まあね、普通の大観戦も好きやけど、やっぱこうやってね、まずちゃんと戦闘力高い人をねピックアップして見るのが楽しい。マジスポーツ観戦と一緒。マジでちょっとほんまに今度お菓子でも食いながら、ポップコーンでも食いながら実況しようかな。もうここすごいですね、ザリザリザリボコボコボコって言ってさ。どういう実況？ちょっとさ、めっちゃ耐えるじゃん。 200% クッパって感じやね。さあ、なるほどね、こういう感じで追い上げていく。やっぱクッパの強みはやっぱりね、重たいですからね。あー、さすがにこれは読み上手でしたね、メタナイトが。ですが、全然 80% であればメタナイト死ぬんでね。横強とかでも死ぬんじゃないか。さすがにまだ横火の掴みでは死なんと思うけど、どうでしょうか。でえ、おー、すごいな、マジで。マジでメタナイト見とって面白いな。やっぱりレベル高いとね、おもろいんだよね。そういうとこいいよね、レベル高いって。おお、マジこれはどうだ。さすがにやっぱり 80% 死なん。多分 100% は死ぬんじゃねえ。いったよな、これ。あ、耐えるんだ。 110% ぐらいかな、みたいなのが死ぬんて。まあ相手の他枠もあると思うけど。あー、うまい。今俺落ちると思ったわ。今は俺も、あ、落ちたんじゃねえと思ったけど、落ちなかったわ。さあ、でもパーセント差はあるけど、全然クッパーね、バースト力もあるんだけど、普通にね、コンボ火力エグいんだよ、こいつ。空中エンジンがね、やばいぐらい稼げるんで、多分ね、全然すぐね、パーセント、逆転すると思うし、でもね、これはもうどうだろう。時間的にも、終わりが近づいてるはず。3分ぐらいだったよね。さあ、あー、でももう全然バースくんね、どっちも。横スマッシュで死ぬね、メタは。全然。おー、やだ、めちゃめちゃ緊迫する、これ。え、めちゃめちゃおもろいじゃん、この試合。待って、めっちゃおもろい。あーあー、火炎放射がダメやったか。はい、ってことで今回ね、こんな感じでした。ってことでこんな感じでね、スナバラの面白い動画とかね、すごい動画とかも紹介していきますので、ぜひね、登録と高評価、概要欄からね、Twitter のフォローよろしくお願いします。ということで、はい、カニカーニさんのステージも紹介していくけど、まあ、今日ホーム今回ということで、まあ、小学2年生がやばかったということでね、多分そんな感じのタイトルになってると思うけど、まあね、ホームコンおもろいな、マジで。あとなんかホームコンの動画伸びやすいみたいなね、風潮あるんで、ちょっとこの動画も伸びたら嬉しいなということで。なんだこのステージ。これどういう意図やねん。わからんけど。うわー、欠陥ステージだー。